こんばんは、やっほー。ちょっとさ、今からさ、夜ご飯作るからさ、その間ちょっとラジオ配信しようと思って。着きました。そういう感じです。こと言っちゃうけど説教するってぶっちゃけ快楽。何作るの？オートミールのチヂミ作りたい。作りたいだけで作れるかわかんないけど、やる。やってみるしかねえ。今はちょっとミキサーを洗ってます。洗ってなかったから。なんかさ、洗い物めっちゃ溜まってたんだけどさ、今から料理するんだったらさ、その前に今ある洗い物を洗わないと僕は洗わないと思って今洗い物してたの。偉いぞ偉いぞ偉いぞ。あと今日さ、掃除機も買ったしさ、天才かよ。偉いよ、頑張った。そうなばい。どうやって作るんだろう。ちょ、レシピとか多分見なきゃね、絶対作れないんだよね。大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど説教するってぶっちゃけ快楽。つけのつまみなんだもんやった。でんてれでんてれでんてんてん。てれ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 てて。それはそれで残念じゃん。OK。ではないな。ミキサー洗うのだる。こんばんは。こんばんは。どうしよう。ちょっとどうやって作るの。ちょっと待って。点滅してる。ラジオだと作業しながらでも聞けるからいいの。ほんと？それはよかった。よかったよかった。チヂミ。ちーちゃんがミーナをかわいいかわいいって言ってて。嘘、なんで？なんでなんで？めるような気がしていた。ふわふわと夢心地。隣。
見る景色を全部僕のものに、たかったんだ君を忘れられんの。豆腐チヂミ、豆腐チヂミも美味しそうだけど、今日はオートミールチヂミ作るかにゃ。やばい、めちゃめちゃ美味しそうなんだけど、なんで？まず何したらいいの？なくなるみたいです。いや、この人むずい、やだ。公園でさ、でも絶対超簡単なんだよ。気がした今になってさ、レシピ載ってないのこの人。カリカリもちもち美味しいやつ。玉ねぎ、玉ねぎあるんじゃね。玉ねぎあるやん。いや、めっちゃかびてる、捨てよう。なんだよ、めっちゃかびてるじゃねえか。真っ黒だった真っ黒じゃねえか。ニラ、ニラ入れようよ、ニラあるよ。混ぜるので大きめの器が好ましい。分かった。オートミール 30g。 本当に本当に 30g？ いつか水でふやかす。水いくら入れんの？ 100ml 多いんね。 100ml、ちょっと待って。塩、醤油を少々。よし、作ってみようじゃないか、作ってみようじゃないか。まだ何も作業はしておりません。そうだよね、ふやかすから増えるよね。そうですよね、そうだね。いや、なんかさ、ちょっとさ、昨日いたいた、昨日さ、ああ騒がしい騒がしい日々に。昨日さ、なんかトイレがさ、詰まってんのかわかんないけど、詰まっちゃったのかな。なんかね、あの、なんて言うんだろう、流そうと思っても一回溢れそうになって、で、なんか、まあ、流れ気味みたいなの。しっかりは流れないけど、ちょっと流れるみたいになっちゃって、えっと思って、なんでなんでなんか、いけないものでも流したと思ったけど、これどうしたらいいんだろうと思って、で、業者の人とかそう簡単に呼ぶものでもないだろうしなと思って、で、昨日どうしようと思って考えてたんですよ。で、今日なんかしないと、一生治んないなこれと思って。しかもさ、ずっと無視してたらさ、絶対悪化するじゃん、絶対悪化するじゃん。次なんかしなきゃと思って、あの、掃除機とか見に行ったついでに、あの、今まですっぽんみたいなの持ってなかったの。だからもそれ買って、あと、なんか排水口のさ、ぬめり取るよみたいな、みたいな、ぬめり取りますよとかさ、その詰まりちょっとやりま、取りますよみたいなあるじゃん。それを買ったの。でね、で、さっきその液体の方、そのスッポンじゃなくて液体の方を、あの、説明書読んだらね、ぬめり、詰まりって書いてあるの。
書いてあるのに説明書のとこ読んだらなんか詰まりには効果ありませんみたいな書いてあるの。はにゃなんでと思って、そう、詰まりの効果には期待できませんみたいな書いてあったの。えなんで表紙にはぬめり詰まりって書いてあるのになんでと思って、そう、まあでもそれをやってみたんですよ。なんか注いで30分ぐらい待って流すみたいな、そしたら治っちゃったっていうね。強、期待できちゃったよ、すごい。ね、業者さんとか呼ばなきゃいけないのかなって思ったけど全然だった。 30g、 すごくない？水を 100ml でしょ。やばい、まあいいや、入れすぎちゃったけど、やったじゃん、それな。長時間落ちたか髪がふやけて流れやすくなる。え、違う、なんかいろいろやってみた。なんか熱湯じゃなくてちょっとあったかいお湯をかけてみるとかだけど、多分詰まってたんだと思う、奥の方は。わかんないけど、だからね、買ってよかったって思った。これどうしたらいいんだ、オートミール。ちょっと雨がだいぶひどくって、嘘、ちょっと降ってたよね、パーパー。ヘイ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 、オートミールが塩をイン、塩ね、どれが入れんの、ちょっといいや、醤油少々、醤油少々、醤油は、生醤油ぐらいかな。ないまで早く閉めそう。その真ん中、サボり方とか甘え方とか逃げ方とか言い訳の仕方とかで、ナッツ食べよう。よくわかんない。こんな感じになります。はい、600W で1分半から2分。ん？このボールレンチンしていいの？もしかしてどう？これ電子レンジいけんじゃん。よっ、今さ、冷蔵庫じゃない、間違えた、電子レンジね、結構うちので、なんだっけ、電子レンジ一人暮らしにしてはいいやつ買ったんですよ。だから見せようかなと思ったけどさ、めちゃめちゃ反射するからダメだった。東新宿にいる中で配信来てる。あ、そうなの？ありがとう。
切るものこれだけ本当だけど、切るものそうだ、ニラ、うん、あれだ、入れたいものがあるんだ。入れたいものがあるんですよ。あ、1148見てありがとうございます。入れたいものとはえのきとキムチとニラ。えのきとキムチとニラ、ありがとう。1148日毎日難しいのとありがとう。いさこまこまはキムチ、さえキムチ美味しいよね。え、ずっとキムチ食べたくてさ、めっちゃ熱っ、危な、めっちゃさキムチ食べたかったの。でも最近買ってなくて、キムチのことを買ってなくて、キムチのこと買ってなくてさ、で久々に買ったのこの間、激うまだね。やっぱキムチは美味しいわってなった。普通にめちゃうま。キムチです。今ラジオ配信だけどさ、キムチは辛い系、酸っぱい系、圧倒的辛い系だね。酸っぱい系やだ、逆にめっちゃやだ。うわ、このキムチ酸っぱ、あげるってなっちゃう毎回人にあげんの。今ラジオ配信だけど、後で今はとりあえず配信してるだけなんで、夜ご飯作るためにだから、気が向いたら全然顔出し配信後でするから見に来てね。ここではその真ん中、取り方とか前方とか逃げ草、逃げ方とか言い訳の仕方とか、やっと覚えてきた、身につけてきた柔らかい頭。包丁、包丁は無印の包丁を使ってます。無地、これどうしたらいいの。あ、オートミールに混ぜればいい。熱い、熱いんだった、そうだった。これ合ってんのか、めっちゃ水分ないけど大丈夫そう。チュ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 、えのきを広げて、えのきって別に茹でなくても大丈夫だよね、焼けば。茹ですぎたかな。よいしょ。ニラ、ニラさ、一生同じニラ使ってんだけど大丈夫これ。え、結構経ってるよね、ニラ買ってから。みんなって24センチの靴も、24センチの靴持ってると思う。
てかだってそんな変わんなくない？ 23.5 とか24。しかもなんかさ、場合によってさ、え、なんかちょっとニラ黒い、怖っ。やめよう、ニラやめます。キムチで24さ、違う、24センチでさ、なんかあ、いい感じって思うやつもあるもん。全然だから難しいよね、靴って。入れるぜ。待って。何？何？なんだ。ふなちゃんなんだ。チヂミニラなし、ニラなしです。だってニラなんか色がおかしいんだもの。いつ買ったニラだろう。何のためにニラ買ったんだっけ。チヂミ作るため。1ヶ月は経ってるぐらいか。コチュジャンとか入れないわけ？これ大丈夫？うわ、キムチいいね。ルンルンってルンルン、やばい、キムチ食べよう。ちょっと美味しそうすぎ。音うるさかったらごめん。おもてなし、おもてなし、おもてなし。キムチいただきます。酸っぱー。うん、酸っぱすぎ。美味しいけどね。うわ、オートミール混ぜたらどうしたらいいんだ。絶対味ないけど大丈夫これ。えのきとさ、うわ、うまっ。キムチ終わりなの？コチュジャン入れたくね？ごま油で焼くと。了解、できた。もう完成だわこれ。はい、料理のプロです僕。卵も、ちょっと賞味期限切れだけど死ぬことはない。逆にね、賞味期限切れのものを多分食べてると体が強くなると思って作ります。鶏ガラとか出汁のもっと入れたりすること場合もあるけど、キムチあるからどうだ。確かに
キムチあるからね、ちょっと辛い系でいきたいよね。でさ、チーズさ、上乗せたら絶対うまいやん。絶対うまいやん。しかも卵入れるタイミング絶対今じゃなかった。もっと前に。具を入れる前に入れるべきだった。美味しそう。今の段階移そうかな。じゃあこうやって作ってるな。やばい、反射しそう。こうこんな感じ。今から焼きます。 OK。 これを焼く。これ見せられたってさ、いい感じかどうかもわかんなくね。いい感じってクマ言ってくれてるけど、わかんなくね。これこれで最後にチーズを乗せたら絶対うまいやん。しかもめっちゃヘルシーだよ。ちょっと待って、これでごま油ひくっしょ。だってまいたしんな。野菜が見えなかった。野菜はえのき入れたよ。えのきは入れました。この緑も何入れたんだっけ。えのきとあれ何入れたっけ。なんか緑が入ってる。何入れた？えのき。あ、キムチだ。そうだ、キムチだ、キムチ。コチュジャンちょっと入れちゃおう。どれだって兄ちゃん。なんか冷蔵庫のさ、シャープって部分にさ、ロゴの部分になんかテープ貼ってあったんだけど、まだ剥がしてなかった。コチュジャンよ、溶けてくれ。違うな、絶対タレにコチュジャン入れるんだな。間違えた。てか、これタレないの。タレの作り方とか書いてなかったけど、ごま油引きすぎた系女子。まあ、いっか。よし。頑張るじょ。自己流？うん、YouTube とかで見た。見ました。入れるぜ。めっちゃ美味しそうにしてきたよ、ごま油の。怖いな。バチ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 とかなんないかな。なんないでよ、お願いだから。料理嫌いになるぞ。あった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 。え、どうして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 君そんなになる。あった。あつあつあーちょっと待って。あつい。待って、マジあつい。ガーチャで。ちょっと、待って、あつい。待って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 待
ってちょっと待ってちょっと待って待って待って、おつ、あ、あ、でもいい感じ、火弱めた、火力強すぎ、火力強すぎでした多分。やばい、一気に焦げたんですけど、なんで？やめて、焦げないで、落ち着いてきた、怖っ、危な、コンセントあった火の部分に、危ね、死ぬとこでした。キムチは焦げやすいんですよ、そういうことなんだ。見て、よさぎじゃない、今やっております、キムチ作り中、あ、キムチじゃない、間違えた、チヂミ、チヂミ作り中、こんにちは、よし、これひっくり返すの怖っ。繰り返したいよ、無理じゃんこれ、どうしよう、一生ひっくり返せないこれ、なんかジュルジュルしてる、みんなまだ、まだ火が通ってないってことで OK？ もう結構焦げてるけど、どうしよう、無理やりひっくり返そう、せーの、あーなんで、大変なことになりました、オムレツかな、ねえどうしよう、
もうこうやって焼くしかないかなと。もう一回こうしよう。いやゲロんゲロこれはねえ、やだもういいや、ちょこれで放置します。もう知らない知らない、もう知らない、放置放置、これでとりあえず。そのまましばらく弱火で放置で。そうだね、むずっ。お水飲もう。今日さ、あの家電量販店みたいな感じで行ったんだけどさ、掃除機を探しに。もう掃除機めっちゃ高かったの、6万ぐらいして、えみたいな、そんないらないよみたいな、そんなやついらないと思いながら、まあ、いろんなものを見るじゃないですか、掃除機以外も。たらさ、スイッチのさ太鼓の達人が欲しすぎて、なんかルナと遊んだ時に毎回太鼓の達人をするんだけど、最近太鼓の達人欲しすぎて買おうかマジで悩んだ。あともう一個プロコン買おうかなと思ったり、なんかね、でも買ってないよ結局。太鼓の達人買うならあのバチみたいなのも欲しいんだよ、太鼓の。買ってないけども、今度手出しちゃうかもしれない。そう欲しいんだよね。チーズをオープン。太鼓の達人欲しい。太鼓自分買ったけどうるさいからそんなに使って。あ、うるさいの。あ、そうなんだ。そういう情報を聞いた方が買わないからありがたい。でも楽しそう。いや今やってないけど家にあるよ、太鼓の達人のミニセットの小さいやつ、テレビに。そう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 。でもあれさ、なんかさ後ろにさペットボトルを置くと安定しますみたいな書いてあったらね、あ、じゃあ結構倒れちゃう系女子なのかなって思って、そう思った。結構倒れちゃう、まあ、ガチ太鼓みたいなんじゃないとさ絶対楽しくないやんと思ってさ。澄み渡り海を目指して歩く、怖いものなんてない、僕らもう一人じゃない。お皿に出そう、そうしよう、さっきコメントでさ書いてあったから。思い出して
澄み渡り、いやまだドロドロだな、なんかで、これをお皿に移したらひっくり返せばいいか、せーの、やばい、べちゃべちゃになった、なんで、なんか焼き目ついてんのにさ、べちゃべちゃってどういうこと？分厚すぎた？なんか。また放置します、ちょっと生焼け、全然生焼け、ちょっと強火にしようぜ、やっぱてかタレってどうやって作るの、タレとかあんの、出会えて僕は本当に良かった、タレは？ How do you make タレ？あ、つけタレはポン酢か醤油がおすすめ、醤油油？酢醤油油、酢がない、ラー油でいっか、酢醤油油、メロンソーダ、なんかで出会えてよかった、焦がさないように、はい、あ、でもどんどん水気飛んできたかも、なんかめっちゃいい感じでいいの、これをひっくり返せるかどうかがまた問題だけどさ、え、見て、ほら、いい感じじゃない？ほら、ほら、いい感じなんですけど、これをまたもやお皿に一回移して、なんか焦げ臭いぞ、これもう一回ひっくり返してみる、せーの、ほい、おー、まあ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 焦げてるけど、まあまあ、縮みっぽい、見て、待って、見て、焦げてるけど、まあ縮みっぽい焦げ目じゃない、どう、いいんでねえの、これは絶対もうそろぼちいいね、美味しそうじゃね、うまー、絶対美味しいやつやんこれ、はい、天才、
それであとはお味ですね。そうですね、焦げてない、美味しそうだけど焦げてない大丈夫。もう切れてんだけど火。弱火すぎたら切れちゃうんだ。なるほどね。今のうちにちょっと洗い物するぞ。なんかさ、配信しながら作るとさ、ちゃんとしなきゃって思うけんさ、洗い物すぐするわ。えら、なるほどね、学んだ。私をすぐ、なんか上のチーズが全く溶けないんですけど、もういっかということで完成形を移したいと思います。完成形、なんかチーズが溶けないチーズがあんまり溶けないけど、これで完成したいと思います。どう？いいよね、結構初めて作った割にはまあまあいいんではないでしょうか。途中なんか悲惨だったけど、キャー、美味しそう。はい、いいやん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 。タレないのつらいな。その日まで歩いてく。よし、ということで作り終わったので一旦配信を終了したいと思います。また配信するね。じゃあねー。あ、待って、ランキング、ちょっと待って。シャネルさん、ハートキネスありがとう。パフリン、サクランボありがとう。アズミン、ハートキネスありがとう。パル、バラありがとう。カズくん、レインボーの星ありがとう。カズくん、いいねありがとう。カズくん、ハート、Thank you。キュンです、うま、ありがとう。クモ、いいねありがとう。ということでランキング見ます。10歳ケン、ありがとう。12位エリー、ありがとう。11位チョコちゃん、ありがとう。10位ズンタ、ありがとう。9位シキ、ありがとう。8位セツナ、ありがとう。7位フクちゃん1967、ありがとう。6位コウキ、ありがとう。5位シャネルタ、ありがとう。4位クモ、ありがとう。3位パラ、ありがとう。2位アサミ、ありがとう。そして1位ドロロロロドロン、カジ君、ありがとう。ありがとうございます。ではまた後で。じゃあねー、バイバーイ。みんな見てくれてありがとうねー。
See you.